皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本日はですね、こちらにあるシースター S50 続編でございます。一応パート1パート2とチュートリアル動画を、作っております。こちらになります。はい、この驚異的なですね、スマート望遠鏡ですね、革命的な、天体望遠鏡だよということをご紹介したんですけども、今日はですね、そのシースター S50 ですね、その動画を作った時にはまだ未対応だったんですけども、太陽モードと月モード、これが搭載されたということでやってみようと思います。まず最初にですね、このシースター S50 に最初付属している、三脚がこういうやつなんですよね。はい、でこれ結構作りもしっかりしててね、とてもいい三脚なんですけど、あの短いと、もうちょっと背が高くて、水平出しがねしやすい三脚がないかっていう話を結構聞きました。で、おすすめ三脚先にご紹介したいと思います。私がいつも使ってる三脚なんですけども、 LS255CX という三脚がありまして、この三脚ですね、高さが出るのはもちろんなんですけども、すごく長く伸びます。はい、この部分にですねレベラーがついてるんですね。ここを緩めるとこうやってここが動くんですよ。だから水平出しがしやすくなると。普通だとこの三脚を伸ばしたり縮めたりして、それで調整するんですけども、結構、まあ、初めての方とかって割と難しいんですよね。それがここの部分でワンタッチでできるので、今日はこの三脚を使って、観測をしていきたいと思います。まずは太陽観測モードですね。太陽観測をする前にですね、注意点があります。はい、まず一つ目は、絶対直視しないことですね。この望遠鏡で見るのはいいんですけど、自分の目でじっと太陽を見るっていうのはやめましょう。あの太陽の光ってすごい有害で危ないので、目を痛める危険性があります。最悪の場合失明ですねをするようなこともあるみたいなので、必ずシースターの、天体望遠鏡越しに、まあ、スマートフォン越しにですね楽しむようにしましょう。で実際、見るときにですね、こちらもう一個注意点があるんですよ。これ太陽観測用フィルターがあります。このフィルターで太陽の光を減光するっていうものなんですね。でフィルターって聞くとね、カメラやってる人とかはガラスのやつとかイメージしますよね。顔って大丈夫かな。あの普通のフィルムっていうの、全然ガラスじゃないんですよ。だからね破れる。はい、これすごく大事に扱ってください。これなんでガラスじゃなくてフィルムかというと、我々がですね太陽観察するとき、例えば日食の撮影とかするときはすごくなるべく薄いフィルムを使うんですよ。それはですねピント位置が結構ずれるからなんですね。丁重に扱ってください。まあそのためにねこういうフィルターケースがついているので、保管はしっかりとするようにしましょう。じゃあ、うんちくはいいとして、早速やってみたいと思うんですけど、まずね電源をします。でこの太陽観測モードの時はですね、このフィルターをつけるところから始まります。はい、接続されました。この風景モードですね、まずは風景モードにして、でこのシースターちょっとレンズを上に向けましょう。はい、こういう感じですね。最初レンズが下を向いているので、ここまでこうレンズを向いてからじゃないとこのフィルターつけにくいんですよ。でこのフィルターをしっかりとつけましょう。一応注意点なんですけど、こういうふうにねちょっと出っ張っているところがあるんですね。はい、でこう横につけてね、こういうふうにはみ出ていると多分ねここね干渉するんですよ、ここに。だからこれが干渉しないような位置で、はい、こういうふうにねしっかりとはめるようにしてください。多分私のおすすめはこうやって上につけるのがいいかなと思いますけどね。はい、ここだとあの干渉もしないですし取り外しもしやすいので、でつけたらですね三脚に取り付けます。これでベランダに設置してきますね。はい、今設置してきました。それではですね、このとりあえず風景モードは解除してソーラーモードをします。はい、ソーラーモード、そうするとこれフィルターちゃんとつけたかっていうことを聞かれるんですね。で、インストール&ゴーム2と
三脚水平出ないって言われました。ちょっと今水平取ってきます。あ、全然水平出しやすいな。はい、水平出してきましたよ。やっぱあのレベル厚みの三脚だとめっちゃ水平出しやすいですね。はい、でこれで OK でフィニッシュアジャスティングで、ソーラーモードいきましょうか。ワンモーメント、今これもう太陽モード入れてるんですね。いや実はね、正直私本当に太陽モードでこれで太陽入れれるのかなってちょっと半信半疑なんですよ。結構難しいことなんでね。はい、でこれで動いてんのかな、ちょっとベランダに置いてきちゃったんで動いてるのかどうかわかんないんですけど、ちょっと待ちましょうか。うっそ、マジで？え、これはセンターに太陽がいますかって聞いてるんですね、これね。イエス？シンクサクシード。うわぁ。オートフォーカス一応やりますね。うわ、やば！オートフォーカスできた。あのね、これね、ちょっと今取り上がってるんですけど、これね、どんだけ難しいことかっていうか、どうやってんだろう。あの、多分、まあ、角度センサーとか中に入ってると思うんですけど、要は夜の写真って、その、位置合わせができるじゃないですか。まあ、前の動画見た方はわかると思うんですけど、実際の星空を撮影して、製図の中から、ああ、ここを見てるなら、ここを見てるんだなって、答え合わせしながら動くんですよね。まあ、それだったらわかるんですけど、昼間って何もないですよね。太陽以外何も見えるものがない中で、一発で入るっていう。やーばー、これこれ毎日太陽観測できるね。これでこれ写真ここで撮れるし、ビデオにすれば動画も撮れると。結構黒点たくさん出てますね。この太陽の黒点が多いと太陽活動が活発な証拠なんですよ。はい、でこの横にローって書いてます。 ARAW ですね。これは動画のローモードっていうことなんですけど、あの一般的な動画をやっている方のローのではないです。SER ファイルといって、天体撮影で、そのなんていうかコンポジットっていうね、その動画で撮影したものをこう一回写真としてばらして、で一枚にこう、スタックしてノイズを減らして、まあ画像処理していくみたいな、そういう動画から画像を作るっていう、そういう処理方法があるんですけど、天体写真の撮影で使う SER ファイルのことがここではローと呼ばれていますので、一般的な動画業界のローじゃないので、普通の動画編集ソフトでもこの SER ファイルは開けないです。天体用のソフトじゃないとこれ開けませんので、はい、ご注意くださいということで、いやちょっとびっくりしちゃったな。とりあえずあの太陽モードはこれにて終了ですね。めっちゃ簡単だね。何もすることなかったですけど、はい、で、次夜暗くなったら、月モードを試してみようと思うんですけど、その前にですね、このしまう時の注意点があります、はい、このまま例えばね、このままあもういいやと思ってこうやって戻ってね、シャットダウンしようとしないでください、はい、フィルターがつけっぱです。あれ、あのまま下向くんで、なんか引っかかっちゃったりすることがあるんですよ。だから必ずフィルターを取ってからシャットダウンするようにしましょう。取ってきます。はい、取ってきました。必ずこのフィルターをね、取り外してから、はい、取り外してからシャットダウンするようにしてください、はい、あとまあ注意点としてはそうですね、気になる方はですけど、これ筐体が黒いので熱を持ちやすいです、太陽の観察の時に。だから太陽をこう入れた後とかはなんか白い布とかかぶせると、あの少しそういうなんか熱対策というか機材を保護することにつながるんじゃないかなと思います。
今20分ぐらい外に出しておいたんですけど、実は、まあ、それでも暑いですけど、まあ、ちゃんと動いてるんで、その辺はちゃんと対策されてるんだと思うんですけどね。はい、すいません、今絶賛動画編集中なんですが、あまりにも太陽観測の衝撃が大きかったのか、大事なことを言い忘れてしまったので、補足説明を入れたいと思います。まずですね、角度ですね。シーサー S50 で太陽を観測した時にうまく導入できない場合っていうのが結構急角度になってる時があります。まあ真上付近ですね、まあ、導入の精度が落ちるというのがありますので、あまり太陽が高い位置にある時間帯に観測しないことっていうのがまずございます。夜間の撮影の星雲星だもんだと、まあ、このぐらいの角度だといいですよみたいなグラフ出てくるじゃないですか。あれが太陽モードとルナモードでは出てこないので、その辺ちょっと意識しづらいところがあるんですよね。ですので、観測時はですね、太陽の角度、ですね、まず気をつけて見てみてください。とはいってもですね、こう真上付近にあるですね、太陽を観測したい時とかもあると思うんですよ。そういう時はですね、手動で導入をしなきゃいけないです。太陽を観察撮影する時の基本として、まあ我々天体写真を撮る人たちがよくやってるのは、太陽があったらその反対、機材の反対側にですね、影ができますよね。その影が一番ちっちゃくなった時が太陽に向いているっていうことですよ、という考え方があるんですね。で、シースター S50 が太陽の方向に向いてるか向いてないかの判断基準としては、まずここのですね、スリットですね、ここからですね、ちょっと光が漏れるんですよ。なので、太陽に向けたシースターのこのスリットが、一番そのよく見えるポジション、それからこのスクエアになってるシースターの、形がですね、こう、四角に見えるというか、一番小さく見えるような、方向に向けると、太陽の導入がしやすいかなと思います。これちょっと上級者テクニックかなと思うんですけどね。あまりその真上になってくると、その影は見えてもスリットが今度見えなくなったりするっていうこともあるので、ちょっと時と場合によるのかなっていうふうに思うんですけども、マニュアルで自力で太陽を観察導入したい場合は、そのようにですね、影を見ながら導入をする、スマホを操作するっていうのを一度トライしてみてもいいかもしれないです。はい、でも私もですね、これね、うまくいくときといかないときがあるので、ちょっとね、やっぱ角度によりますかね。ここのスリットがね、綺麗に見えるときはやりやすいんですけど、ちょっと高い角度になってくると、まあ、影の大きさだけで判断するような感じになってくるので、ちょっと難しくなってきますね。とりあえず完璧ではないにしろですね、そういったやり方、対策がございますので、とどめておいていただければと思います。そしてですね、この動画、ここまでの動画撮影した時にはですね、スマホアプリが日本語対応してませんでしたが、今日本語対応するようになりました。ので、この後のルナモードからは、その日本語アプリの使用の状態で、説明をしていきたいと思います。じゃあ、続けてご覧ください。はい、では夜になりました。後ろに月あるの分かりますかね、これね。これ月なんですけど、これは月、ルナモードで見てみようと思います。接続します。はい、接続。宇宙へ出かける。はい、シスターが彗星であるように調整してください。ここをタップして、はい、あ、次に始めます。ですね、この三脚ネジ一本緩めるだけなんで水平取りやすいですよ、やっぱね。はい、調整終了。それからルナモードに行きます。このままダイレクトでルナモードに行きます。でルナモード月へ移動しましょう。そうすると月に移動してくれることなんですよ。今日はどのぐらいの精度出ますかね。このルナモードなんですけど、さっきの太陽モードと同じね、やっぱりね、観測場所とか、その時のその電波状況とかだと思うんですよ。そのスマホのその角度センサー、方位センサーの性能によっても、やっぱ変わってくるみたいなんですよね。で、一発で入る時もあれば、入んない時もあります。で、今日はどうでしょうね。一発で入んなかったら、入んなかった時のその対処方法というかやり方をお伝えしようと思うんですけども、今何もせずにいきなり月モードに行きました。だから、ピントどうなってんでしょうね、これね。うん。それから、
まあこのスマホの角度方位センサーを頼りにこっちの方にあるべって多分向けてると思うんだけど、その精度ってどんぐらい。あでも入りましたね。え月中心にあります。はい、あれ入っちゃった。オートフォーカス。あれ入っちゃいましたね。入んない時の対処方法とかいろいろお伝えしようと思ったんですけど、とりあえずこれ写真撮ってみます。パシャッと。あとね、動画撮るとねすごくいいっすよ。動画撮ると、今これ動画撮ってます。はい、動画を撮っています。こういう場合あります。今一発目やってちゃんと入ったんですけど、実はですね、今わざとずらしたんですね。わざとずらしたところがもうかかり再生スタートしてみたんですけど、そうするとまあこうやってね、たまに月を見つけることができませんっていう場合があります。こういう時はですね、手動で入れるしかないですね。やっぱり慣れない方とかはこうやって手動で探すのって結構やっぱきついと思うんですよ。難しいと思うんですね。で、まあこういう時どうするかというと、まずなんか違う星を入れて星の座標をですね、合わせてみてください。例えば今だとですね、そっちにオリオン座あるので M42 を入れてみたいと思います。星図をタップか。で、こう引いて、オリオン座がありますね。この M42、はい、そうですね、こいつに移動してみましょう。ピッ。そうすると星を探しながら、M42 の方向に向かってくれます。太陽の場合は周りがもう真っ昼間なので、そのこういったですね、他の星で空を検知するということができないんですよ。でも夜の場合は月以外の星を、月以外の星であれば、こうやって検知することができますので、場所をシーサーの方で確定させてから改めて月に向けるっていうことができるんですね。で、今、あ、本当だ。バッチリ入ってますね。で、オートフォーカスこの時しちゃいましょうか。オートフォーカス completed。お、ピントが合いました。これで一応その向いてる方角に M42 があるってことで、シーサーの中で星図ここで合ってんだなっていうのが、答え合わせが進んでる状態です。ここから月に向けてみましょう。月移動。これ月に向くかな。いきなり月に向けられなかったら他の対象を入れて答え合わせを、位置合わせをした状態で月を向けると、おお、いったー、来た来た来た来ました来ました。月が中心にありますかって聞いてますね。これ、はい。おー、バッチリです。で、この月マークを押すと、月が真ん中にいますよ、ということになりますね。で、一番上はですね、このターゲット補正を有効にする。ターゲットを画面の中央に保つ。で、その下が、これ、同期マークですね。で、これ、いかがでしょうか、もう一回押すと、月が中心にありますかっていうふうになります。はい。で、この下のローってやつがですね、これ動画、ビデオにするとこれがアクティブになるんですけど、このローはですね、SER という、天体写真、天体動画用の専門のソフトでないと開けないファイルなんですよ。だから、一般的にはこれ、ローは使わなくていいと思います。で、このプラスマイナスで明るくしたり、暗くしたりっていうのができます。基本は月はオートでいいかなと思います。で、AF はオートフォーカスになりますね。はい。そういう感じです。私ですね、今までシーサー使って、さっきみたいに他の星検知してから月を向けるっていうことができなかった時もあるんですよ。ただこうやってうまくいく時もあって、ルナモードからダイレクトに行くのと、他の星を検知してからルナ月に向ける
最新のバージョンにアップデートしてれば、おそらくこの2つの方法どっちかでいけるようになるはずです。でもしどうしてもうまくいかない場合はマニュアルで行くしかないんですけど、まあ、第3の方法として今パッと思い浮かぶのは月の近くにある星ですね。それを検知して、近くにある星からやるっていうやり方ですね。で今日はこの半月ぐらいの月になってますけど、満月になるとめちゃめちゃ明るいので、月が近くになっただけでこうほわっと視界がなんか明るくなりますから、なので満月の時とかは結構マニュアルでは入れやすいのかなと思います。土星とか木星をこのシーサーで見た時にどのぐらいの大きさで見えるのか知りたいっていう質問がありました。次それをやってみたいと思います。はい、それ終了してですね、惑星を入れるときはこの星雲星団からいけばいいのかな。おう、で右下のこの北斗七星をタップで、じゃあ今はこの検索から木星って入れてみましょうか。木星ジュピター、はい、太陽系の星こっちですね、上のやつ観測、はい、これに向けます。今結構上の高くにいますね。このシースターみたいなですね、この縦横に動く軽台というタイプはこのほぼ真上の角度って結構苦手なんですよ。だから今ね識別中にはなってるんですけど失敗するんですよね。失敗しましたって今調べましたね。ただねもうこれ入ってるんですよ。見てみましょう。はい、今星雲星団モードにしましたけどバッチリ入ってますよねこれね。ジュピターね、あの検知はできて、ちょっと苦手な方角なんで検知はできてなかったんですけど、今見たら実際入ってたので、まあ、問題なくできてるという感じですね。でこんな感じです。今これ木星入れてますけど、あ、間違った、遅い、こうやって手動で動かすときはね遅いにしてやるといいです。はい、ということでですね、木星ですがこんな感じで見えます。はい、シースターは星雲星団の観察撮影には適している、非常に適してます。月も大丈夫なんですけど土星とか木星とか惑星を楽しむには焦点距離が足りない、倍率が足りないということになるんですね。でこれね、あのなんだ見れないのかよって思わないでください。通常天体望遠鏡でのその星を楽しむ天体観察っていうのはやっぱりね、その焦点距離倍率とかをいちいち対象に対して変えていくものなんですよ。むしろこれ1個でこれここまでいろんなものが見えること自体が逆にすごいことなんですけど、惑星に関してはシースターではちょっと物足りないところがあるんですね。なのでこのシースターと一緒に通常の一般的な天体望遠鏡ぜひ皆さん買ってください。シースターとその天体望遠鏡の目で見るっていうことを、同時に、やっていくとすごく楽しいと思います。で、できれば双眼鏡もあるといいです。はい、スバルとか大きい星雲星団になるとシースターでもちょっと焦点距離長すぎるぐらいなんですよ。もっと短い焦点距離のものが必要になるので7倍とか8倍とか6倍とかそのぐらいの低倍率の双眼鏡があるとそういった大きめの星雲星団を楽しむにはすごく適してるんですね。だからこのシースターがまあ9割方使うと思うんですけど、その他の惑星を見るときは天体望遠鏡、それから大きい星雲星団を見るときは双眼鏡ですねを使ってみることをおすすめします。その3つがあるとねめちゃめちゃ星を見るのはね楽しくなると思うんですよ。このシースター S50 すごく万能な商品ですけども、やっぱり苦手な部分っていうのも
観察対象によってはあります。まあそこはですね、デメリットと感じず、まあここまでやってくれるんだからいいじゃんみたいな感じでですね、広い心で受け止めてもらえればなと思います。で、私たちはこれでスマホで楽しむのもいいんですけど、やっぱり自分の目でね、天体望遠鏡で見てもらいたいっていう、やっぱそっちの感動もすごいんですよね。だからそっちも楽しんでもらいたいと思うんで、木星とか土星とか見たいっていう方はシースター片手に、通常の一般的な天体望遠鏡をぜひご利用ください。で、シースターでこういう風に、見てみれば、あれなのねみたいな分かるから、シースターの向いてる方向にその惑星があるから、だからどれが土星なんだろう、木星なんだろうみたいなこともなくなるので、併用して、観察していただければと思います。はい、それでは今日はここまでになります。新たに追加された太陽モードとルナモード、それからおまけで、惑星を見たらどうなるのかっていうのを、お見せしました。はい、皆さんのシースター S50 の楽しみ方の一つにですね、また加えていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー、どうもー。